神奈川中央交通綾瀬営業所神奈川中央交通綾瀬営業所は神奈川県綾瀬市吉岡東2丁目9の一に位置する神奈川中央交通の営業所綾瀬市南部や藤沢市を主に管轄し海老名市や山和市茅ヶ崎市へ乗り入れる路線もある管轄エリアが幅広く長後駅湘南台駅湘南ライフタウン発着路線については多くが 県道藤沢沢沢厚木線、都市計画道路藤沢厚木線を経由して、長距離改装される。2017年1月1日に行われた神奈川、中央交通グループの乗り合いバス事業所再編までは、神奈川県内に位置する神奈川中央交通のバス、営業所では最も新しい営業所であった。所属車両に付けられる車番の営業所略号は、あが、厚木営業所、やが、 大和営業所で、それぞれすでに使用されているため、背を用いる。別称は、同じ綾瀬市内にある、相鉄バス綾瀬営業所と同じく、綾瀬車庫だが、多摩営業所のように頭に会社名を付けておらず、また双方の車庫は別の場所にある。GPS による、バスロケーションシステムが導入されている。長後駅から、南西部の伊津自動車藤沢工場へ向かう、通勤路線である。 バスロケーションシステム及び公式路線図は一つ手前の下土棚行きとなっているが実際は下土棚も通過する途中無停車の通勤専用路線で小14と同様に工場内に数カ所設置された停留所でも乗降を行う長護駅での乗車時に伊子図工場から派遣された係員によって社員証の提示確認を行うため関係者以外の利用は不可能であるが 工場内で開催される農業祭などのイベント開催時で一般公開される際は利用可能である。かつて存在したもとスヌーピーバスによる長16町後駅西口から洋田方面へ向かう路線群である。長16は小田急江ノ島線と小田急小田原線の駅間を結ぶ。比較的長距離だが平日は日中以降は 約30分間隔で運行が行われているが、土曜、休日は2020年12月のダイヤ改正で、厳便となり終日40分間隔での運行になった。平日早朝の長後駅方向には厚木ナイロン経由が一便設定されているが、この路線はかつて存在した厚パチ13.84の代替として運行しており、免許維持路線である。 周辺の他路線が相次いで廃止された現在では、洋田辻水保団地間を走行する唯一の路線となっている。現在の経路になったのは2003年4月以降で、それまでに2度の経路変更を実施している。綾瀬営業所開設当初は往復で経路が異なり、往路は厚木駅経由で海老内駅へ向かっていたが、袋は厚木ナイロン、厚木駅入り口経由で運行され、 後に、海老名市役所前の振動が開通すると、車系入り口中にい田小学校間に変更。その後は、車系入り口周辺の振動が開通した際に、現在の経路となった。超35は、綾瀬車庫へ向かう出入庫路線だが、長5駅、両脱時間で、前日の長16を保管する役割も持つ。平日の綾瀬車庫方向に深夜バスが、設定されているが、これは、 綾瀬営業所開設時に、超14の深夜バスを延伸させたものである。こちらも、日中から夕方、平日は30分間隔だが土日、休日は40分間隔で運行されている。町36は桂原から分岐後に、藤沢市、桂原地区を抜けて、吉岡工業団地へ向かう路線で、桂原までは他の2路線を、 桂原ラハは後日の二22の保管しているが、本数は少ない。終点の吉岡工業団地には、折り返し場が存在しないが、綾瀬営業所が資金にあるため、直接改装で出入港を行っている。2020年12月の改正以降、この方面の路線群は、日中から夕方は長号長、長16.35長合駅を打で平日は十五分、間隔、土日。 休日は20分間隔で運行しかつ原までは、長36が、毎時例から1本加わり毎時3から5本程度で運行。無番路線は五所県小学校へのスクールバスで、片道1便のみ運行される。行き先表示は、神奈川中央交通を表示する。前述の長12が、伊須津自動車まで運行後に、綾瀬営業所へ向かう改装を活用したもので、スクールバスのために、 小学生以外は乗車できない。長後駅から県道藤沢沢厚木線を大坊寺方面へ向かう路線群で長24が中心となる。長33は大坊寺から県道45号線を右折してから山都市福田地区を経由し小田急江ノ島線桜ヶ丘駅へ向かう。以前は桜ヶ丘駅近くの新道下交差点まで県道経由だったが、 福田地区の宅地化が進んだことで、経路変更された。途中の、薩の辻停留所から小田急江ノ島線口座、渋谷駅へは、徒歩10分程度である。町37は、大宝寺から直接、綾瀬車庫へ向かう路線で、かつて運行されていた町21を、綾瀬営業所の開設によって短縮したものであるが、大宝寺綾瀬車庫間を、短絡経路で結ぶのが技あし、 本数は少ない。超22.3839は、綾瀬市役所や市民文化センターなどの綾瀬市行政の中心部へ向かう路線で、超37と比べると、こちらの方が遠回りだが日中時間帯は、毎時1から2便が確保されている。こちらは、超30を短縮したもので、当時の綾瀬市役所は、現在の綾瀬タウンヒルズ SC 東島に位置していた。 日中のみ、町38が運行され、それ以降は、市役所を経由しない、町39が深夜バスまで運行される。2020年12月の改正以降、日中から夕方は、町24、町33、町38、39町5駅を往復時間で、毎時4から5本程度で運行。なお、 周辺の道路整備が進展したことによって、口術のサレーさんが観音橋経由に変更されたが、町39については変更されていない。長語駅と上、土棚団地方面へ向かう路線で、比較的起伏がある地形のために一定数の需要が見込めるということで1990年代に新設された。当初は小型車の日の DSC を導入したが、 沿線道路の拡張が進んだことで、中型車、イスズエルガミオワンステップバスが使用されている。またこの時に超43が新設され、2020年5月のダイヤ改正で超40を統合させて、現在に至る。長坂上から、綾瀬車庫は資金であるため、上、土棚団地始発の長い45が運行される。早朝を除き、出入庫もこの路線で行われる。 長41は、毎日運行だが1日3便に抑えられている路線で、途中にある、老人福祉センター、拳層の利用客向けの路線である。この路線が、長後駅湘南台駅を結ぶ、唯一の路線である。前述の長12と同様に途中無停車で、いすず自動車藤沢工場へ向かう通勤路線で、こちらは、工場難問から校内に入り、 工場内の数箇所の停留所にて乗降を行う。湘南大駅での乗車時に、伊須津工場から派遣された係員によって、社員証の提示確認を行うため、関係者以外の利用は不可能であるが、工場内で開催される農業祭などのイベント開催時で一般公開される際は利用可能である。なお、伊須津難問を名乗る停留所は存在しないが、 バスロケーションシステム及び公式路線図の見記載が確認できる。伊須津発は湘南台駅西口到着が基本だが、湘南台駅到着後の折り返しで東路線の運用につく一部便は東口到着となる。湘南台駅から霧原工業団地方面へ向かう循環路線で日中時間帯は湘15、それ以外の時間帯は湘13が運行される。なお、 終着地については、平日の一部便と土曜早朝及び午後の一部が東口終着、それ以外の便は従来通り西口終着となる。小13は、時間帯で、経由順が異なり、午前は、霧原四つ辻先回り、夕方以降は、石川六丁目先回りで運行される。2018年5月26日からは、行き先表示が変更され、 走行地点によって行き先表示が変わるようになった。2020年12月からは、小13は、休日運休になった。小15は、霧原公園を右折して一食場を経由して、文化体育館前へ向かう路線で、日中時間帯は、毎時1便の運行である。折り返しは、小23の遠藤停留所付近の折り返し場を、使用して折り返し、 反対車線にある停留所で乗車扱いを行ってから湘南台駅へ戻る。秋葉台文化体育館へのアクセス路線だが、運行本数が少ないため、近隣を走る代替路線があり、湘南台駅、バスターミナルの案内にも掲示されており、利用を促している。なお、イベント開催時は、増発便が運行される場合があるが、バスロケーションシステム及び公式ホームページなどには、 記載されないことが多い。湘南大駅から茅ヶ崎市北部に位置する文京大学湘南キャンパスへ向かう路線で運行の中心は小17である。平日土曜の朝時間帯の文京大学方面、平日夕方時間帯の駅方面は本数が増えるが日中は毎時2本の運行である。小18は平日の朝に 文京大学方面一本のみの運行となっている。湘南大駅方向の大辻、湘南ライフタウン間においては遠藤経由の一部路線と並行するが、車両の行き先表示器に経由地表示がないため、途中停留所で降車する場合は特に注意が必要である。文京大学でイベント開催時には臨時便を運行することがあるが、京王大学方面とは異なり、 湘南台駅文京大学館の直行シャトルバスとなり、行き先表示も貸し切り扱いの神奈川中央交通となる。湘南台駅から湘南ライフタウンへのアクセス路線で、小16は後日の辻26の保管として、湘南ライフタウン中部にある2番構え、保健医療センター始発で、湘南台駅への需要に対応した路線で、平日早朝に営業所より改装され、 片方向きのみ運転される。小21は2018年5月26日の湘南ライフタウンターミナル共用開始によって新設された辻26の区間便。平日の湘南ライフタウン方向1便のみ運行されていたが、2020年12月のダイヤ改正で土曜、休日に運行されるようになった。 毎日夜間にライフタウン方面に運行されるが、平日朝は往復運行、土曜朝に湘南台方面への運行もある。小1には他の湘南ライフタウンへ向かう路線と異なり東口、発着で運行される。この路線は2019年2月16日に新設された路線で案内状は石川橋経由とされ、運行上の起点は湘南ライフタウンである。 経路も幾分複雑で、北警察署前を左折、南下してから、石川山田の先出た路線と一度分岐し、石川橋から、矢印間で新規経路を経由してから再合流して、湘南ライフタウンへ向かう。独自区間が多いものの本数は少なく、約40から80分間隔での運行となる。湘南大駅から、慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスを結ぶ、路線群である。 小二十三点二五二十六点二八が同一経路だが系統ごとに運行形態が異なり、小二十三は確定便であるのに対し、小二十五は連接バス、ツインライナーによる急行便、小二十八は途中無停車の直行便である。まずはじめに、慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスの開学によって、旧小二十三が新設されたが、経路は、 現在の小24のものだった。その後、勝負沢坂井交差点慶応大学間の振動が暫定開通したことで、振動経由の弦、小23が新設、旧、小23は新番号として、小24へ変更された。湘南大駅方向が始発から13時頃まで、それ以降は慶応大学方向が終車まで運行される特徴的なダイヤのため、 利用の際は、時刻表などの確認を推奨する。小25は2018年2月13日に、辻23に連接バス、ツインライナーを導入する動きに関連した再編で、茅ヶ崎営業所と共同管轄となり、この際に、茅ヶ崎に所属していた、ネオプランセントロライナーが2台転入している。同年4月16日から綾瀬営業所の単独管轄となったが、この路線のみ、 上降方式型路線と異なっている。慶応大学方向は中乗り前折り、運賃を払い、湘南大駅方向は前乗り中折り、運賃申告制先払いとなる。ただし、早朝の通学時間帯における慶応大学本館前については全扉からの降車を行っており、営業所から係員と共に移動式の管理、運賃箱を持参し、停留所の中扉、 扉付近にて、降車時に、運賃支払いを行っている。小28は、かつて運行されていた小23の休校便を、2008年9月8日に、系統番号のみ変更したもので、この路線に限って、通学専用路線として、一般客の利用はできない。これらの路線は平日、土曜の慶応大学方向が、キャンパス内の、慶応中高等部前まで運行され、 平日15時以降と土曜正午以降の湘南大駅、方向は同じくキャンパス内の慶応大学本館、前から発車する。それ以外はすべて大学北門そばの慶応大学ターミナル発着となるが、学校行事及び大学側の事情による要請で、ターミナル発着便がキャンパス構内へ乗り入れたり、キャンパス乗り入れ便がターミナル発着へ変更されたりすることがある。また、 駐車の延長なども行われるが、バスロケーションシステムでの案内は皆無に等しく、湘南藤沢キャンパスのホームページによる案内のみに、止まる場合もあるので、当日利用の際は大学及び、神奈川中央交通からの各案内を事前に、確認するのが望ましい。湘19は2014年9月1日に、長17及び不1.0203を再編して、綾瀬車庫まで延伸させた路線で、 藤沢市五所建築からこの路線によって、湘南台駅へ乗り換えなしで向かうことができる。毎時1便程度だが並走する小20とともに、毎時3の4便が確保されており、運賃も同一になるように調整されている。なお、湘南台駅西口では前日の小20とともに4番乗り場からの発車となっているが、これは等路線が五所建築南西部への輸送を、 中心としているためで、大学関係者の輸送を中心としていないためである。そのため、慶応大学では、北門近くのターミナルを発着しており、一部便を除いて、キャンパス構内へは乗り入れない。湘南大駅発着の出入古路線を兼ねた路線で、遠行交差点6時増管は等路線のみの運行だが、並行する道路を走行する路線が多数。 運行されており、お互いの路線を利用し合うことが可能である。基本的に、毎時2便程度の運行だが、午前中に、湘南台駅方向が、毎時1便に減便される、時間帯が存在する。また、前日の小19も、利用可能で、どちらを利用しても運賃が、同額になるよう調整されている。かつて、湘南台駅家温処理場前から六地蔵館は、現、 辻26と同一経路で運行していたが、相次ぐ平行路線の統合、廃止や振動開通によって、2004年1月5日に、超10の廃止代替として、現行経路へ変更された。湘南台駅から、吉岡工業団地へ向かう路線で、こちらも湘南台駅発着系統の出入口を兼ねる。終点の吉岡工業団地には、折り返し場が存在しないが、 綾瀬営業所が資金にあるため、直接改装で出入港を行っている。綾瀬車庫開設時に新設された路線で、ほぼ毎時2本の運行だが、吉岡工業団地方向は午前中の一部と、湘南台駅方向の17時以降は、毎時1便に減らされる。東海道線、辻道駅北口から、湘南ライフタウン湘南台駅方面へ向かう路線群で、本数は、 館内で最も多く、綾瀬営業所の最終力路線である。辻23は連接バス、ツインライナーでの運行となる。中心となるのは、辻26で、日中時間帯は15分間隔で運行されるが、ラッシュ時は最短5分間隔、夕方以降も10分間隔と高頻度で運行される。また、湘南台駅発の辻道駅方向と、 辻堂駅から湘南ライフタウン方向へ深夜バスが設定されているが、深夜バスの本数も館内で最も多く、駐車も遅い。辻23は辻堂駅ライフライン中央間で急行運転を実施する。途中停留所は西高校前、小糸ライフタウン中央でライフタウン中央、湘南ライフタウン間は各停留所に停車する。ツインライナーの故障や、 検査時には一般路線車が2台で代走する。早朝の辻道駅方向は辻23が大多数を占めており、後術の辻35は9時台に1便が慶応大学ターミナル発で運行されるが、辻道駅発はその逆で大多数が辻35での運行となる。辻24は辻26、辻34の区間便で、 平日日中と土曜日中の午前の運行はないが、土曜の辻堂駅13時台以降、ライフタウン14時台以降と休日の終日は辻34の本数が減るためその保管として運行される。逆方向の湘南台駅方向へのラッシュ対策として、前日の湘16が平日の朝、湘21が平日、土曜の朝に設定されている。 湘南ライフタウンまでは片側2車線の藤沢市道辻堂、沿道線を経由し、湘南ライフタウン内に点在する公共施設や商業施設への訪問客と団地住民などの輸送を行い、湘南ライフタウン遺園は近隣の工業団地からの通勤客などが利用するため、終日にわたって混雑している。辻堂駅方向のうち土曜、休日は、 羽鳥一丁目を経由せずに運行される。2018年5月26日、湘南ライフタウンターミナル全面共用開始によって、辻26の湘南台駅方向が、ロータリー内2番乗り場発着へ変更された。急行路線、辻35辻道駅から湘南ライフタウン経由で、慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスへ向かう、路線で、辻35は連接バス。 ツインライナーでの運行となる。2018年5月26日の湘南ライフタウンターミナル共用開始によって、新設された路線で、辻道駅ライフライン中央間で、急行運転を実施する。途中停留所は、西高校前、小糸ライフタウン中央で、ライフタウン中央慶応大学間は、各停留所に停車する。ツインライナーの故障や、検査時には、 一般路線車が2台で代走する。早朝の辻道駅方向は前日の辻23が大多数を占めており、辻35は9時台に1便が、慶応大学ターミナル発で運行されるが、辻道駅発はその逆で、大多数が辻35での運行となる。乗降方式は前日の小25と同様で、辻道駅方向は、辻道駅での降車時間の短縮を図るために、 多岐解放を行う観点から前乗り中より、運賃申告制前払いが採用されているが、湘南大フタウン方面は中乗り前より、運賃後払いとなっている。また行き先表示については、慶応大学方向では前後表示に関しては、一般路線と同様の表示だが、側面表示は急行運転を強調した表示となっており、急行区間における停車停留所を表示している。 辻34は、急行路線に対しての確定便で、平日については、辻23.35の保管としても運行している。前述の小23などと同様に、大学側の都合で、慶応大学側の発着地が異なる場合がある。2018年2月10日までは、慶応大学出発後に急暇を経由していたが、ツインライナーの運転開始によって、現行経路へ変更されている。 平日は辻34.35を合わせて約15分間隔、土曜は辻34のみで約15分間隔、休日は辻34のみで毎時1便運行される。2018年5月26日より湘南ライフタウンターミナルが共用開始になったが、両系統とも、慶応大学方向はロータリーに乗り入れず、従来の停留所を使用する。 湘南ライフタウンの外側を経由する路線で、辻28は、大6点経由、辻29は、大場水道を経由して、小糸で合流後、湘南カントリークラブから湘南ライフタウンへ向かう路線である。両路線を合わせて、毎時3便だが、平日朝ラらし主時は1時間あたり6から8便が確保されており、そのうち1から2便が、辻28として運行される。 辻堂駅から第6点、小糸経由で湘南ライフタウンへ向かい、さらに先の矢尻、刈込、ヨ田経由で藤沢市北西部を縦断して、綾瀬車庫へ向かう路線で、辻24.2634などの路線と、重複する上に長距離路線のため、1日7から8便の運行に抑えられている。また、 小糸付近辻堂駅間で、前述の辻28と同様に遠回り経路となる、ために利用率は低い。大六転付近や湘南ライフタウン園など一部で独自区間を通るなどかなり特徴的な路線だが、これらは全て現在の湘南ライフタウン造成前の経路を可能な限り残存させたためで、一部区間が境外道路となっているところもある。 辻堂駅発着路線の出入庫は当路線で必ず行われるわけではなく、綾瀬車庫から慶応大学、吉岡工業団地、湘南ライフタウンなどへ改装で直接出庫し、その改装先から辻堂駅方面への運行へ入る便も存在する。2018年5月26日、湘南ライフタウンターミナルの共用開始によって、綾瀬車庫方向の乗り場が、 ターミナル内の2番乗り場移設された。桜ヶ丘駅と綾瀬車庫を結ぶ路線で、前日の、長33の桜ヶ丘駅側の出入庫である。かつては平日、土曜は3から6便程度、休日は、毎時1便運行されていたが、現在は平日、土曜、休日ともに1から4便のみの運行になり、本数が非常に少なくなった。 以前存在した四十44.47を、吉岡柴原で分割した路線で、本数維持するために、桜川岡駅発着で新設されたものである。1988年12月24日の、綾瀬営業所開設時に、吉岡柴原から延伸させた路線で、以前存在した平良山を分割した路線に、見えるが、綾瀬工業団地経由である点が異なる。 運行本数は平日は約60分に1本で、土曜、休日は運行間隔が90分に1本となる。されには、平日の市役所会長時間帯及び、土曜、休日の日中時間帯に運行され、それ以外の時間帯はされさんが運行される。2016年9月5日のダイヤ改正で、市民文化センター経由から観音教経由へ変更された。 2006年11月1日に運行開始された綾瀬市コミュニティバス川瀬見で神奈川中央交通では上記に路線を担当する。運賃は全線大人180円、小290円均一で現金または専用回数券が利用可能である。2号車は神奈川中央交通の路線で唯一の相模大塚駅乗り入れ路線で3号車の上、 土田奈団地周辺の経路が2015年11月1日に変更された。綾瀬営業所の開設当初は、北は、相武大前駅、相武大下駅まで、西は、相模川を越えて本厚木駅まで、南は、藤沢駅茅ヶ崎駅までの東海道線沿線まで、東は、ドリームハイツまで、非常に、広範囲に、路線もを有していたが、 渋滞による遅延などで利用が低迷したこと、また周辺営業所間での営業範囲の見直しがあって、多くの路線が短縮、廃止、移管されて、現在に至る。また、大営業所においても、以下の2階に大規模な再編が行われており、直接的な影響を受けていないにもかかわらず、同時に手が加えられたと路線も存在する。1996年4月の小田急。 江ノ島線沿円線路線の路線再編1999年9月の横浜市営地下鉄ブルーライン、湘南大駅開業による戸塚営業所管内を中心とした再編なお、停留所名称はすべて廃止当時の名称としている。戸塚館前、綾瀬時代の二27この路線以外にも、総鉄バスが担当する2路線があり、午前午後各1便の運行で、運賃は無料であった。 2006年11月1日に、前述の綾瀬市、コミュニティバス、川瀬美号2号車、3号車へ、代替廃止された。藤沢市北西部地域の公共交通改善策の、一環で2005年から運行していたが、利用率が低迷していた。2013年に五所建築から、路線再編が協議され、湘南大駅方面への路線を望む声が多かった。 ことから2014年9月1日に、長17と共に、小19へ代替廃止された。富士見号は、慶応大学で接続する小、小23.2425及び辻34の、支線扱いとされ、当該路線との乗り継ぎ情報を車内で表示していた。また、富士見号と各路線を乗り継ぐ場合は、割引運転で利用できた。その名残で、現。 小19での急巡管内湘南大駅間の運賃が据え置かれるように調整されている。茅ヶ崎営業所、藤沢営業所などと同様に、湘南地区特有の三菱不装、伊須津根在区の一つだが、藤沢営業所から分離した歴史から、須津社は純正ボギィで導入されるのがほとんどである。特に、綾瀬営業所では、椅子座自動車藤沢工場への通勤路線を担当しており、 開設当初は、いすず社が藤沢から転入したが、徐々に、三菱不走車の比率が高まり、現在は、大型車については、三菱、いすずの比率が7、3である。2013年に入り、本所の三菱不走車と厚木営業所の日産ディーゼル車のトレードが行われ、日産ディーゼルスペースランナー RA が配置されるようになった。本所への大型ンステップバスの配置は、 2012年8月に小27が戸塚営業所から綾瀬営業所へ移管されたのに伴い戸塚営業所から三菱不創性ノンステップバスが3台転入しているのが最初でその後も2015年頃までは宅所からの転入者が多かったノンステップバスの申請配置は2013年1月にイスズエルガのハイブリッドノンステップバスが1台配置されたのが最初で その後しばらく申請配置はなかった。2015年以降は、神奈川県からノンステップバス導入補助金が交付されるようになり、三菱不走、エアロスターノンステップバスが2015年度に4台、2016年度に6台、2017年度に3台が導入された。また2017年度終盤になり、イスズエルガノンステップバスが3台導入された。 2019年1月時点で、申請配置が18台と転入配置が8台の計26台が在籍している。中型車は上、土棚団地線向けに、三菱ふそう、エアロミディ MK が配置されていたが、2009年頃から、イスズエルガミオに置き換えられ、現在はすべてイスズエルガミオで統一されている。コミュニティバス用には、エアロミディ短尺車が3台配置されていたが、 2018年3月に置き換えようとして、日のポンチョが2台配置された。東営業所への日のポンチョの配置は、これが初めてで、この車両には、東営業所所属車両で、初めてとなる行き先表示機に、白色 LED 式のものが装備された。また、小25の遺憾に際して、2018年2月11日に、茅ヶ崎営業所から、 ネオプランセントロライナー連接バスが2台転入、あとに小25の綾瀬への完全いい感じに残りの2台も転入する。さらに辻堂駅湘南ライフタウン間に新設の急行便向けに新車のメルセデス・ベンツ・シターロジー連接バスが2018年2月に4台配置される。これらの連接バスはいずれも東京オリンピック・パラリンピック記念ナンバープレートを取得している。 路線車両に装備されるワンマン関連機器は、主に海側の営業所が使用しているレシップ性を選択しているが、一部転入車両に例外がある。LED 行き先表示器は、交通電業車製を使用するが、ツインライナーの下ジーロ G に搭載された白色 LED 行き先表示器は、マヨカやヒラツカと同様、レシップ性が採用された。また、本所は、 内陸の工場地帯である、綾瀬市の規制から、特定者が多数配属されている。これらも、三菱車と伊津車とが混在するが、特別支援学校用車に一大日産ディーゼル車も在籍する。高速、観光用車は、貸し切り用が数台配属されている。ありがとうございます。